アリサ・ミハイロブナ・クレイバノワは、ロシア・モスクワ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス5勝を挙げる。自己最高位は、シングルス20位、ダブルス10位。身長181センチメートル、体重72キログラムの超新選手。サービスと、両手打ちのバックハンドストロークを武器にする。 クレイバノアは4歳からテニスを始め、最初の9年間は母親の指導を受けた。2003年8月にプロ入り。ジュニア選手のトーナメントに出ていた頃、ウィンブルドンジュニア女子ダブルス部門で2003年2006年の2度優勝した。4年間女子ツアーブ組織の大会を回った後、2008年、全豪オープンで四大大会に初出場を果たす。 最初の挑戦で予選会3試合を勝ち抜き、本戦1回戦で、法卒に7から5、4から6、9から7で競り勝ち、アンナ・チャクベタ・ゼとの2回戦に進出した。半年後のウィンブルドンで、さらなる躍進を見せ、ビーナス・ウィリアムズとの4回戦に勝ち進む。2009年全豪オープンで、クレーバノワは初めて第29シードに選ばれ、3回戦で、 第5シードのアナイバノビッチを7から5、6から7、6から2で倒す勝利を挙げた。初進出の4回戦では、地元オーストラリアのエレナド・キッチに5から7、7から5、6から8で敗れた。4月下旬のモロッコフェズ大会で、クレーバノワは、同じロシアのエカテリーナ・マカロワとダブルスを組み、決勝で、マリア・キリレンコ&、ソラナ・チルステア組を破って、 ツアー初優勝を果たす。6月のウィンブルドン女子ダブルスで、マカロアと組んでベスト8に入った後、ハンガリーのブダペストをオープンで、モニカ・ニクレスクと組んで、ダブルス2勝目を挙げる。クレーバの後、マカロアは、全米オープン女子ダブルスでベスト4に入り、ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に6から7、6から3、2から6で敗れた。 2010年2月下旬のマレーシアクアラルンプール大会でクレーバノアはシングルス決勝で同じロシアの先輩選手エレーナ・デメンチェワを6から3、6から2で破り女子ツアーでシングルス初優勝を果たした9月の韓国オープンで2勝目を挙げた2011年はブリスベン大会とエストリル大会でダブルス2勝を挙げたが 全仏オープンとウィンブルドンを病気のため欠場した。7月にアクセリンパッシュの一種であるホジキンリンパッシュであることを公表しイタリアで療養した。2012年3月のソニーエリクソンオープンで復帰し1回戦でヨハンナ・ラーソンを2から6、6から3、6から2で破り8ヶ月ぶりの勝利を挙げた。2回戦でマリア・キリレンコに6から7、 三から六で敗れた。2012年の大会出場は、この一大会だけである。全米オープンで二年ぶりに四大,大大会に出場した。一回戦で、モニカ・プリグを六から四、三から六、七から五で破り、初戦を突破した。二回戦で、エレナ・ヤンコビッチに三から六、二から六で敗れた。地元のクレムリンカップではベスト八に進出し、 クレーバノワは2013年の WTA アワードカムバック賞を受賞している。近年は女子ツアーブ大会でプレーしている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス Z イコールデビス地域ゾーン PO イコールデビス G イコールオリンピック金メダル S イコールオリンピック銀メダル SF B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます